違和感漢字探し。五字を2箇所探す漢字問題が全部で7問です。では始めましょう。第1問。五字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分の横棒が1本多いです。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左上部分に点がいります。第2問。五字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の点がいりません。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の縦棒は下に突き抜けます。第3問。五字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は立身弁ではなく幅辺です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は手辺ではなく銃です。第4問。五字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分に縦棒がいります。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は日ではなく目の方です。第5問。五字を2つ探してください。
正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に点が2ついります。二つ目はここでした。正しくはこちらの字です。右下部分の縦棒は上に突き抜けません。第6問、5字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分の横棒がいりません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は木偏ではなく手偏です。第7問、5字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分はふではなくまの方です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の縦棒は下に突き抜けます。